すごいすごい、なんだこの光景は。さっきまでもっとすごかったんですけどね。コペンハーゲンっていうところは自転車大国なんですね。まあ正確に言いますと、デンマークは自転車大国なんですね、というべきか、もしくはコペンハーゲンっていうのは、自転車で、大変名のある都市なんですね、というべきか、まあどちらかだと思いますけれど、すごいぞこれは。ものすごい車列です。自動車があんなけ渋滞してるから、だからみんな自転車を使ってる、要はそういうことなんでしょうね。コペンハーゲン中心部まで大勢の人たちが通おうとして頑張っております。ここはデンマークの首都コペンハーゲンです。すごいな。おおおお、なんだなんだこれ、いきなり出発しようとしたらですね、こんなことやってる。なんか通ったんだな、あれか。誰だね、あれは。なんかいっぱい乗ってるけど。これはなんだ、全然何も書いてないから、ちょっとわかりっこないな。あ、なんか書いてあるけど。www.spars なんとかかんとかとか書いてありますけどね。誰だ、あの迷惑なやつは、とかみんな内心思ってるんじゃないですかね、この人たちは。あっちにも、すごい車の車列があっちの方までずっと、どうも並んでるみたいですけど。そんなことばっかり言ってるわけにはいかんのですね。今の時間がですね、時間、あとは9時55分、10時チェックアウトだからな。昨日の3時にチェックインして、いや、チェックインしたのは2時半ぐらいでしたけど、それで3時に寝てようやくですからね。お、なんかまた来たぞ、平べったい虫みたいなの。あ、観光船か。だけど誰もまだ乗ってない改装中だから、ああいうことになってんだ。へぇ。あんな質素な船あんですね。すごいな、こりゃ。おぉ、みるみる戻っていく。先にあっちが戻って、次にこっちが戻る。そういう形してるんですね。人間も大渋滞。自動車も当然のごとく大渋滞。画面から見える限りでは、もうすべて大渋滞です。あの辺にもいるからな。ここまで続いてるな。あっちまで行っちゃってるね。ここまでも、まだ車列があそこにはないようですから、まあ大体あの左上のキーぐらいまで渋滞というわけです。信号が青になった瞬間、自動車はみんな出るんだろうな。私も本当早くチェックアウトしなきゃいけないんですけど、なかなか安全の確認が、あそこに人がいるんだろうな。あそこの人がやってんでしょうね。まだダメなの？おお、開いた開いた開いた。みんな一斉に。なるほどね。初めて普通に跳ね橋が使われてるの見ましたね。観光以外で。デンマークに限らずね、北欧は基本的にそうらしいんですが、国民の幸福度が大変に高いところとして知られておりまして、また税金が高いところとしても知られてるんですが、なんかデンマークも調べたら、2014年だかに国民の幸福度世界一を達成してるらしいんですね。日本もね、経済大国、先進国として知られているわけですけれど、国民の幸福度が高いかというと、まあそんなことはないと。結構下の方なんですよね、確か。で、昨日の夜も紹介しましたが、安全のその度合いでもですね、かなり上位にしておりまして、調べたら日本は世界で10番目に安全なところらしいのですが、自動車が来たから急ぎますけどね。デンマークは、世界第5位だと、この間まで世界3位だったらしいんですけど、治安も大変にいいそうです。で、私知らなかったんですけど、デンマークってデンマーク王国ってですね、王様が治めているところで、しかも王様はですね、なんか日本の天皇陛下みたいに、ただいるだけっていうんじゃなくて、一応ちゃんとその統治権も全てですね、持っておりまして、その王様なんですね。立憲君主制が敷かれております。まあもちろん憲法はあるわけですが、憲法は長い間更新されてないそうです。まあ日本もそうですけどね。大日本帝国憲法ではね、総理大臣というのは天皇が任命するということになっておりました。まあ実際には元老院みたいなところがみんなしてね、選んでそれでやってたわけですけれど、ここのデンマークもそういう感じになっておりまして、つまり、国王が首相を任命すると、そういう仕組みでやってるらしいですよ。で、またそれから兵役もあると、徴兵制が敷かれていて、調べたらね、4ヶ月間、徴兵するんだそうです。行くんだそうですね。なんか行かなくてもいいみたいな、なんかそういう代わりのやるあれはあるらしいんですけれど、そういうわけでして、なんかね、こう日本人から聞くと徴兵制とかね、それから天皇大臣じゃないですけど、国王が首相を任命するとか、なんかやばいんじゃないかみたいな印象なんとなく受けがちなような気もしますが、まあ、別にそんなことはなく、国民の幸福度は世界有数、日本よりもはるかに高いいい国だそうです。
税金がですねべらぼうに高いんだそうで、物価も高いと。まあ、私の泊まったホテルはね、今日普通に泊まったホテルは1人当たり4,000円みたいなところ、私が1人で貸し切りたかったがために6人分も払っていたようです。後で気づいたんですけど、ね、やたらお金かかってしまったんですが、しかしそれ以外のホテルもですね、なんかもう随分軒並み高いんですね。単純にここの、ホテルが少なかったからっていうのもあるんでしょうけど、それだけではなくて多分税金が高いっていうのもあると思いますよ。なんか街で売ってるものも基本高いみたいなんですよね。消費税が日本は 8% ですけれども、デンマークは 25%、まあ、ヨーロッパで結構消費税は全般的に高いらしいですけれど、他にも様々高額の税金を徴収されるようです。でその代わりその高額の税金誰が使うのか、王様が贅沢暮らしするためとか、そんなんではなくてですね、たくさん取ったその税金を、まあ、もちろん王様が使うこともそれあるんでしょうけれど、それだけじゃなくて社会保障と税の一体改革みたいなね、日本でも近頃言っているわけですが、たくさん社会保障に充てていると。だから子供手当みたいなものもすごい充実をしているし、国がいろいろと面倒を見てくれる、そういうのがこの北欧は全般的に高いのだそうです。学生みたいなのがいっぱい歩いてる、さっきからねたくさん人が歩いてるのを見ます。あと知らなかったんですけど、グリーンランドってありますよね。変な北にあるなんかギザギザしたウニみたいな形してるところね。グリーンランドってグリーンランドって国があるのかなと思ったら、そうじゃなくてデンマークの領土であって、ただそのなんだグリーンランドが自治権をもらってるみたいな、そういう場所らしいですね。でデンマークで使ってる言葉ってデンマーク語とか言うのかな、そうじゃなくてグリーンランド語というのを使ってるらしいです。ね、アルファベットとはまたちょっと違う、ちょうどあそこにグリーンランド語がありますよ。こういうやつですね。ちょっとやっぱアルファベットと少し違う、あれがグリーンランド語だそうです。さっきの幸福度の話ですけれど、やっぱり、ね、すごいなと思うんです。駅前に落書きこそいっぱいありましたが、これまでの街はですね、どこでも大きな駅に行けば駅の周りにはなんか悪いことを企んでいるような人たちがたくさんいたし、それからあとは、まあ、物乞いをしている人たちもたくさんいたわけですが、コペンハーゲン中央駅に昨日の深夜について、いやちょっと怖いなと思ったんですけど、全然怖いなんていう雰囲気はありませんでした。24時間営業のコンビニが駅前にあるだけで、まあ落書きがたくさんあって、ああとは思いましたけれど、しかしですね、全然物乞いをしている人なんか一回も見てないし、なんか悪いことを企んでそうな人相の悪い人なんか全然いませんよ。日本とね、同じような感覚で旅行してもいいんじゃないかなと思いますけど、一応海外旅行は気をつけるに越したことはないというふうに私も前に宣言しましたんで、気をつけておこうと思いますが、なんか日本に帰ってきた感じがします。ゆったりしてていいですね。むしろ日本よりもいいところに来たと思いますけどね。さすが税金高いだけあるなという気がしますな。これやっぱね、今これを見て一番感動しましたけど、駐輪場がこんなに整備されていて、しかもタダなんですね。いや、ただの駐輪場がこんなに日本ではちょっと考えられないですよね。まあ、これも私立だか王立駐輪場ということなんでしょうか。これはあれかな、自転車が借りられるみたいですけど、ちょっと読めないな、さすがに。まあなんとなくわかりますけどね。あ、いや英語書いてあるか、Pay as you go 30クローネですから、30クローネっていうとどうなるんだ。私がコペンハーゲンで見た唯一のこの街の問題点って言ったら交通渋滞ぐらいかな。もう渋滞がね、全然ものすごいことになって車は全然動かないんですけど、まあそのぐらいかな。車の人は大変だと思いますけどね。だからもうなんか世界有数の自転車都市らしいんですけど、コペンハーゲンです。確かにすごい自転車がいっぱいさっきから通してね、皆さんにもお見せしましたけど、まあそれ以外特に悪いことはないと思いますけどね。デンマークって昔はね、すごい大きい国だったらしい。少なくとも今よりももっと大きかったんですけど、スウェーデンと戦争したりとかしてですね、であまり勝てなかったので、結構取られてしまって、今は領土が随分昔よりは小さくなったようです。第二次大戦の時はどうだったのかなと思ってそれも調べてみたんですけど、そしたらね、1940年って書いてありましたけどね、第二次大戦で、中立でずっと特に何もしてなかったんですけど、いきなりナチスドイツが戦争を仕掛けてきたもんだから、即時1日で降伏してですね、でその後、まあ、一応ドイツの占領下に置かれるということになったんですけど、でも割と、いいポジションで、自治をそのまま継続して認められたんで、まあ、多分多少の問題はあったと思うんですけど、普通に負けてめちゃくちゃにされたみたいな状態にはならなかったようです。コペンハーゲンを歩いていて思うのが、おじいさんおばあさんがそれなりにいるなというイメージです。いや多分ヨーロッパの他の国も、まあ、結構はいると思うんですけれど、特にたくさん歩いているというイメージがあります。もっともこれは私の別の知識からによる勝手な思い込みで、よその国も同じようなものなのかもしれないですが、
我が国日本はですね、皆さんもご存知の通り世界第一の、高齢化先進国ということで、あの課題先進国とかいう名前もねもらってますけれど、ともかく、ものすごくですねおじいさんおばあさんがいっぱいいるような国ですが、このデンマークも今調べましたところ11位ということで、高齢化率が2割程度に達しており、もうかなりの高齢社会ということです。その遊園地しぼり公園の前に着きましたから、ここでたまたま喋っているわけですが、デンマークの高齢者のその手当というのがかなり手厚いことで有名なんだそうでして、確かね私もなんかで勉強したことがありました。デンマークを手本にしましょうみたいなね、よく教科書のお手本なんかで出てくるようなところですけれど、デンマークではもうその高齢者を一人の人間として最後までですね、なるべく本人の希望に沿った生き方ができるようにということで、いろいろ配慮をした政策を取っているんだそうでして、高齢者手当とかいってお金を渡すだけではなくて、まあ、そのケアシステムとかいうのかな、なるべく死ぬまで家にいられるようにとか、そういった配慮をさまざましているんだそうです。でまたそういった維持をするためには多額のやっぱりお金が必要なわけでして、もうちょっと調べてみたらですね、消費税 25% と言いましたが、あの所得税など 50% かかるんだそうでね、所得税は 50% かと思うんですけど、まあ、その代わりにあの、まあ、高齢者支援だけじゃないです。高齢者支援以外にもあのなんだっけ、医療費がタダになったりとか、あの教育費がタダとか、あのいろいろタダなものが多く、だから社会主義国っぽいところもね、あのあるのかななんて、あのそういう風に見てると、まあそうですよね、あの社会福祉の支援を手厚くするっていうのはそういうことですから、まああのそんな発想に基づいてるのかななんて思うんですけど、でもデンマークの人たちもね、あの高齢者の支援とか、それからあのまあ自分たちに直接返ってくるようなそういう福祉の手当が厚いということは、かなり国の人たちもあの誇りに思っているようなところがあるらしいということでして、これはごめんなさい、あのネットに書いてあったことだから本当なのかどうか分かんないんですけど、まあ、そういうふうな書き込みがありまして、まあ、それが本当だとすれば、まあ、確かにね、あの税金をあのたくさん払うということに関しては、あの特にみんなも疑問が持たず、むしろ不満なんていうのはあまり出ないのかなというふうに思います。あれなんですよね、税金もね、ちゃんとなぜ税金を払っているのかということを、まあ、みんなにちゃんと伝わればいいのかなという気はするんですけどね、まあ、自分であの会社みたいなのやってる人だとどうしてもあんま払いたくないようになる気はするんですけど、それぐらいもうまくやってるのかもしれません。ただ私が疑問に思うのはね、高齢社会もデンマークだって進んできてるわけでして、やっぱ高齢者が税金を負担できないっていうのはどこの世界でも一緒ですから、そういう人が今後増えていく中で、その手厚い福祉がねどこまで維持できるのかっていうのは、これは見ものですよね。だってお金なかったらできないじゃないですか、そういうのって。結局高齢者が増えてしまったらそういうのが難しくなるっていうのはどこでも一緒です。おーすごいな、世界有数の自転車大国っていうのは本当ですね。まあ、お金持ってる人のお金をね、お金ない人に回せば、それだけで治安は多分良くなるだろうなとは思うんですよね。お金あればみんな悪いことしないでしょう。でもそれをやるとお金持ちは嫌がるというわけで、それが難しいところですよね。まあ、このデンマークも多分そういうところから治安の良さってのが来てるんでしょう。多分そうでしょ。日本だってね、かなりあの累進課税制度とか言って、たくさんお金稼ぐ人はいっぱい払わなきゃいけないし、お金のない人には手厚い生活保護制度があるし、それがまた治安向上のいい、ね、位置にもなってるのかなと思います。あとね、路上喫煙が厳しく禁止されてるのかわかんないですけど、ヨーロッパの街どこ歩いても、まあ歩いてれば必ずちょっとすればですね、タバコの香りがしてきて、どっかからね、誰かタバコ吸ってる匂いがしてくるんですけど、全然ないんですよね、そういうの。まあここはでもタバコ禁止、タバコあれか、ノンスモーキングエリアってやっぱ書いてありますね。みんな吸ってるっていうのは、これはね、やっぱり渋谷のあれと同じですけどね、渋谷のハチ公のところも禁煙なのにみんなが喫煙してね、喫煙所みたいな勝手に作ってるみたいなありますけど、まあ、そういう問題もなくはないようですけど、やっぱ喫煙禁止のあれが結構徹底されてるんですね。ヨーロッパの中ではかなり珍しい印象を受けます。いや来てよかったな、デンマーク。結構こういうところがあるんだって、いろんなヨーロッパの国を見てきましたからね、勉強にもなるし、今後の考えなんか作るときにも活かせるんじゃないかな。やってきました、ここがデンマークじゃなかったコペンハーゲン中央駅です。まあ、列車にはまだ乗らないんですけど、あと今11時ですから4時間ぐらいで乗ることになりますんで、ちょっと見ておこうかなというわけで、スターバックスがあるのかな。今日は24時間営業ではないんでね、夜になると閉まってまして、昨日私が着いた午前2時ぐらいにはもう完全に閉まってたんですけど、おおすごいね、なかなか立派な造りの駅です。いつできてるのかとかよくわかんないんですけど、これは19世紀の造りっぽいな。鉄道もかなり早くから開通してたのかなと思います。上に書いてありますが、セブンイレブン、 JR 西日本みたいですけどね、あのデンマークにもセブンイレブンがあるんだそうでして、多分久しぶりに見たセブンイレブンは、最後に見たのは多分
多分あれですよ、トンヘ韓国でね、見ましたけど、それ以来です。昨日の夜も行こうかなんて結局行かなかったんですけど、まあ、なんか買ってみますかね。わしが英語を勘違いしていた可能性も高いんですけど、クロワッサンと焼き鳥を買ったんですね。焼き鳥っていうのを売ってましてね。で、焼き鳥は2本で30クローネ、1本だと20クローネですよって言われて、まあでも1本でいいです。クロワッサンはですね、1個だと19クローネで、2個だと20クローネですよ。なんだそれはとね。1個19で2個で20クローネだったら誰だって2個買うに決まってるんですが、私はそう言われたと思いますんで、じゃあ2個くださいと言ってですね、20クローネになったんですね。だから、2個だと38クローネが定価なんだけど、18クローネの割引で20クローネ。わけがわからない。レシートには確かにそう書いてあったんですよ。これそれ合ってますよね。クロワッサンが2つでっていいんですよね。これね、トータルで多分ね。あ、そうですよね。クロワッサン2つになってますよね。で、なんだけど2個で2 for 20って書いてあったから、2個で20円なんで、それで18クローネ引きの40なんだけど、クロワッサン1個しか入ってないんですよね。間違えたな、あの人。多分。まあ言えばくれそうですけど、別にいいや、1個でね、1クローネしか損してないですから、1クローネ17円です。焼き鳥もそれからクロワッサンも美味しいんですけどね、不思議なことになぜか焼き鳥からはカレーの風味がするし、クロワッサンからはヨーグルトの風味がします。不思議なんですけど、これがデンマーク人のあれなのかな、味覚なんですかね。でもヨーグルトって別にこの辺関係なくないですか、あるのかな。あ、書いてあるな。Begging is not permitted って書いてあります。乞食行為はダメですってことですよね。日本でも法律で決まってますけど、まあでもここにこうたまたま書いてあったってだけで、別にヨーロッパどこでもいいか悪いかって言ったらよくはないんでしょうね、多分ね。まあ他に楽器演奏禁止とか、他は駅では静かにしてくださいって書いてある。駅にはコインロッカーもあったんでね、なんか大きいな。コインロッカーもありましたんで、ちょっとね、今行って預けてきました。65クローネで24時間ということだから、ちょっと高いですよね。日本円に換算したら1170円です、24時間。しかも、私あと3時間後にはこの駅にもう戻ってきてるんじゃないかと思いますんで、ちょっとまあね、24時間使えないので3時間で出ちゃうのかってきますんで、まあそれは仕方ありません。デンマークは EU に加入してませんので、通貨はクローネなんですね、昨日言っているように。だからここでまた通貨を引き出さなきゃいけないんですけれど、でもキャッシング一日するのもなと思って、結局1日しか使わないから余る可能性もあるし、1日しかいないんだったら全部カードでできないかなと思いまして、今現金なしで、ちょっとね、地下鉄に乗ってみようかなと思って、地下鉄はカードで買えるかな、パリでは買えましたから、ここも買えるんじゃないかって気がするんですけど、なんで地下鉄に乗るのか、別に地下鉄に乗る目的はないんですけどね。でも乗ってみたらね、大体その街の治安の良さが分かるんじゃないかなという気がします。パリの地下鉄も雰囲気はあんまり良くなかったし、モスクワもそうだし、それから他にも地下鉄に乗りまして、サンクトペテルブルクも、まあ、悪くはなかったけど、でもやっぱり地下鉄は警戒が必要な場所ってイメージがありましたね。ここの地下鉄はどうかなと思いましたね。ここで切符買えるみたいです。なんだこれ、自転車も乗せられるのかな、地下鉄に。まあ、地上の鉄道で乗せられるんだったら地下鉄に乗せるってこともおかしくないでしょう。ドイツ語がやっぱりでかいみたいですけど、イングリッシュにして、チケットなんだ、シートリザベーションってなんだこれ、ワンゾーン、ツーリストチケット、チケット、あー、これ近郊列車のやつか、ちょっとわかんないな。すいません、私ね、勘違いしておりまして、地下鉄ってこの中央駅に来てるもんだと思ったんですよね。コペンハーゲンの地下鉄は来年この中央駅、コペンハーゲン中央駅にやってくる予定なんだそうでして、まだですね、開業していないそうです、ここまで。空港の方に行けば走ってるらしいんですけど、ちょっとそこまで行くのは大変だなという気がしますので、それはやめますけれど、まあ、駅もこんな感じで概ね落ち着いているように見えます。それほど恐ろしいことはないように見えるんですが、だからね、社会問題になっていることとしてですね、コペンハーゲンでは薬物中毒の人がすごい多いらしいんですね。中毒というか依存症、要するに薬物をでもね、乱用している人がとても多いというふうに、外務省の海外安全ホームページに書いてあります。で、まあ、なんかギャングの抗争とかもあるらしくて、そういうのはね、まあ、特になんかデンマークの北部らしいんですけれど、北部からやっぱコペンハーゲンもそうかな、ギャングの争いみたいな、まあ、普通の日本人とか観光客がそれに巻き込まれることはないとは思うんですが、まあ、そういうこともやはりあるということですから、どこまでも安全というわけでもやはりないようです。街のね、フリーインターネットとかこれ書いてありますけれど、いろんな人へなんていうのかな、配慮するとかそういうところでは結構住んでいるところが多いようにも見られます。ちなみに列車に乗るときはやはり切符を買ってきた後、あそこに突っ込んで、それでバリテーションをして、それで乗らないとやはりキセル乗車ということに見なされて、多額の罰金を請求されるということです。でもね、本当にすごい変な人がいないし、それからターミナル駅、コペンハーゲン中央駅の外もさっき皆さんも見たと思うんですけど、
なんか整然としてて、なんか大きな会社があるのかな、わかんないですけど、ちゃんとした店みたいなのもいっぱいあるじゃないですか。あのヨーロッパ、あのパリとかそうでしたけど、大きなターミナル駅のその出たところってやっぱり変な人たちがいっぱい集まってて怖い感じだし、それからその貧困層の人が多く集まるようなところ、なんかね、歴史的にもともとそのお金がないような人たちがそのそういうところに集まって職探しをしていたということの由来から、ヨーロッパの大きなターミナル駅の周辺はですね、お金のない人が多く集まり治安が悪くなりがちらしいんですけれど、このコペンハーゲン中央駅は全然そんなことありません。もうベルリンなんかやばかったですけどね。あとはあれかな、移民っぽい人がいないからかな、あの人種差別に、ね、つながるようなあれをもう言わないようには気をつけたいと思うんですけど、なんかね、あのみんななんていうのかな、あの同じような顔をしていて民族が混じってるって感じがしないんですよね。よそから来た人っていうのは、まあ、あの私が気づかないだけでいるのかもしれないんですけど、うん、あのこういったらだから白人ばっかりですね。別に黒人が悪いって言ってるんじゃないですよ、ないんだけど、でもそのよそから移民みたいな人が来てないとやっぱり治安が良くなるのかななんていうふうには今回も思いました。まあだからですね、あの移民が悪いなんていうわけじゃないし、あの世の中の大半がいい移民だってことはね、あのベルリンで皆さんにお伝えしたように、あの分かってることですから、別にそれはいいんですけど、でも、まあ、考えるきっかけにはなっちゃいますよね。あとはね、デンマークって基本食べ物が美味しいらしいんですよ。今もそこコンビニだからスーパーみたいなところへ行ってね、そんでスムージーみたいな、喉が渇いてから買ったんですけど、いや美味しかったですね。すいません、喉が渇いてて一気に飲んじゃいましたんで、あんまりあの皆さんに紹介はできないんですが、やっぱりネットに書いてあるのを見るとね、すいません、ね、私の意見じゃないんですけど、ネットに書いてあるのを見るとね、あの食べ物がすごく美味しかったなんてこと書いてあります。私もまだコンビニで買ったやつとかね、スーパーで買ったあの飲み物とかしかそんなしかないわけですけど、でもまあ確かに外れはないです。まあ、韓国のコンビニで買ったものあんま美味しくなかったんですよね。いや韓国の食べ物も全般的に美味しいらしいんですけど、トンヘのコンビニで食べたものはそんなに美味しくなかったな。あ、でもやっぱ書いてありますね、ピックポケツラブディストラクションって書いてあるのが、ディストラクションですか、こうね、あのあこんにちはってやったら後ろから取られていくと、やっぱあんですね、スリに注意。日本ではスリに注意っていうのはないですよね、言われてみれば。意外と日本ってスリはマイナーな犯罪なのかな。スリよりもなんか万引きはなんか日本は結構ありますけどね。それはヨーロッパでも一緒なんでしょうか。さて、じゃあそろそろデンマークコペンハーゲンの治安についての動画はこのぐらいにさせていただきまして、まあ治安についての動画は最初作るつもりはなかったんですけど、結果的にそうなりましたが、今からですねコペンハーゲンの一番の名所人魚姫を見に行きたいと思いますんでね、またお楽しみに、引き続きご視聴ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。